こんにちは、アキラです。ということで、今回の動画は、実は僕、フォートナイトを3日間、サボってました。という内容の動画をお届けしようと思います。はい、ということで、今回もね、いつも通りランクマッチ授業やってるんですけど、実は僕、今週、フォートナイトめちゃくちゃ、休んでました。まあ、どういう経緯でね、休んでたのかっていうのは、動画の本編で話してますんで、僕がフォートナイト休んだ理由が気になる人は、この動画を最後まで見ていってください。それでは早速、本編に入っていきたいと思います。クリエイターサポートは、アキラ285でお願いします。よし、ということでね、まあ本日もフォートナイトランクマッチ修行をやっていきたいと思うんですけど、ちょっと事前にね、皆さんに報告というか言わないといけないことがあるので、それをねちょっと話しとこうかなと思います。はい、まあタイトルとね、多分サムネにもなってると思うんだけど、実は僕ここ3日間ぐらいフォートナイトサボってました。はい、サボってた。いや、サボってない。サボってない。ごめん。サボってたっていうのは、半分嘘。ただ、やってなかったのは、ガチ。まあ、この動画の撮影日がね、木曜日の夜9時からの、ランクマッチになってるんだけど、実はね、最後に撮った、対面が強くなる最高の練習見つけたっていう動画って、あれ実は撮影日日曜日なんですよね。なんで、月、火、水、動画をね、撮れてない状態で、今日動画を撮ってるっていう感じの状態なんですよね。で、こっからさらにね、実はっていう話をしていくんだけど、まあ実は別に、フォートナイトやってなかったわけじゃないです。月曜と火曜はね、一度もフォートナイトに触れることがなく、日が経っていったんだけど、水曜日はね、フォートナイト触りました。で、ランクの動画撮ろうと思いました。ただね、撮れなかったんですよ。もうプレイがひどいし、口も全然回ってなかったんで、さすがにこれいかんなと思ってボツにしたんですよね。もうこんなん人に見せていいもんじゃないって思ったんで、ボツ動画にさせていただいたんですけど、なんでね、アキラは月火とフォートナイトを やってなくて、で水曜日もね、そんなふざけたプレイをしてしまったのかっていう話をちょっと今からしていこうと思うんだけど、まあ、単純にダリーとかやりたくねーとかそういうことじゃないです。俺フォートナイト大好きなんで、そういうことじゃなくて、シンプルにね、しんどかったっていうのがあります。まあ僕ってこういう風に動画投稿しながらサラリーマンとしてもね、働いてるわけなんですけど、ちょっとね、月曜日にもうある大変なことを僕がやらかしてしまい、あ、本当にやらかしたって意味ね、仕事で。まあどこまで話していいかわからんからこの辺で留めとくんやけど、本当にね、会社に対してすごくやらかしてしまったんですよ。まあ僕ってどっちかっていうとやらかすタイプの人間なんで、まあ別にね、見てるリスナーさんは確かにアキラさんやりそうやもんなって感じで思うと思うんですけど、まあ盛大にやらかしてしまいましたと。はい。で、盛大にやらかしてしまって、もう僕のメンタルがね、ズタボロになってしまったんですよ。もう月曜。で、それプラスね、そのミスを取り返すために、その日って結構残業したりして、まあ非常にね、夜遅くまで働いたりしたんですよね。そう、だからね、もうほんと単純に、まあ僕のメンタルが、やられてたから、そのフォートナイトをね、することができなかったっていう形になります。こんなん久しぶりっていうか初めてと思うよね。もう俺、ここ3年ぐらいフォートナイトのね、実況をやってるんだけど、ここまでメンタルがいかれたのって本当にほとんどなくて、もうどんだけね、辛いことがあっても、フォートナイトは絶対に1日1回は触ろうっていう感じのことを決めて、フォートナイトやってるので、もうマジでね、珍しい。3年に一度の奇跡が起きたね。うん。で、まあ実際ね、やらかしてしまったわけなんですけど、まあ今はね、どうなんだっていう話もちょっとしとこうかなと思うんですけど、まあ今はね、怒られたことがなくなったわけでもないし、会社に対して非常に申し訳ないことをしたのも事実なんですけど、メンタルはね、回復しました。そう、まあ悩んどってもね、まあ仕方ないなっていうのもありますし、まあこの悩んでる時間って、僕自身ね、めちゃくちゃマイナスに物事を考えてしまってたんで、あ、このマイナスに思ってる時間がもったいないな、メンタルもね、持たないなって思ったので、まあシンプルにね、考えることやめました。なんで今はね、まあメンタルは回復してます。回復してるっていうか、まあ何も考えないようにしてるので、まあメンタル状況はもう無事元に戻っております。はい。なんでね、もう先週はね、毎日投稿だったんですけど、急にね、1日おき投稿みたいになってたと思うんですけど、まあこういうメンタルの崩れたっていうのが原因で、フォートナイトをお休みさせていただいておりました。もうさ、前の動画とかってさ、あ、やばい。全然楽しくない、このゲーム。ちょっと待って。建築全然立たんないけど。一回下がろ。
あぶねえ。あ、やばい、死んだ。はあ、マジか。え、どういうこと？そうで、ちなみにね、今、まあ、さっきのプレイとかも、まあ、別に最低限動けてるっちゃ動けてるとは思うんですけど、2日間フォートナイトやってない状態で水曜日一発撮りでランクマッチ行った時ほんとひどかった。うん、今回ねちょっとランクポイントめちゃくちゃ下がってる状態でランクをねさせてもらってるんだけど、マジでね4連続初動詞とかもうそのレベルだったんで、マジでね人に見せられない内容だったね。やっぱフォートナイトはね楽しいけどね、そのメンタルが終わってる状態でやっても楽しくないなっていうのは思った。これちょっとね自分の中で教訓だね。思んないなって思ってやると対面勝てませんよっていうのがすごくね分かったよね。危ねえ。なんかめっちゃある。ナイス。いっちゃんしょうもない負け方。いっちゃんしょうもね負け方したわ。まあ今のはですね、まあ資材に気を取られたっていうのもあるんですけど、建物の中を通っていくっていう選択肢であったり、そもそもね建物を避けてアンチードができるようにハイグラに積んでいくっていうのが大事でしたね。結構自分の中で落ち着いて物資拾えてた、よっしゃ勝てるぜって思ったら、いっちゃんしょうもない負け方した。 GG です。やべ、逃がしたくねえこいつ。オッケーオッケー。やべ、なんでミニポ投げたんだこれ。あぶねえ。行っちゃうかそこ。は？あぶねえ。なんで勝った？なんかめっちゃ微妙な感じの勝ち方だったんだけど、今張り替えれてなかったけど勝ったわ。
やば。だるすぎやろ。待って、えぐすぎる、お前マジで。え、なんか死んでるんやけど。やば、最悪。いった。お前だるすぎる。やばい。やばい。ガチでしんどい、それ。うわ、めっちゃ微妙なやられ方したん、くそー、最悪。はい、まあ非常にねバズーカを食らうシーンが多かったんで、まあ敵の位置把握をしっかりするっていうことと、ラストね包帯を手に入れることできたんで、まあ落ち着いて包帯巻いてアンチ移動するっていう形でもよかったかもしんないですね。やっぱ終盤戦の緊張感が非常に慣れないんで頑張っていきたいと思います。ということで、この動画が面白かったためになったという方は、チャンネル登録、高評価、コメント、通知音、お願いします。